この問題は、X にこの値を代入して。ああ、そっか。ん？さっきから随分静かだと思ったら、綾瀬さん寝ちゃってたのか。綾瀬さん、寝るならベッドで寝た方がいいんじゃない？私、寝ちゃってたか。今、何時？12時過ぎたところ。今日はもう終わりにしとく？いや、勉強会しようって言い出したの私だし、もう少し頑張る。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。けど、随分眠そうだよ。明日でもいいんじゃない？うん、テストまでもう時間ないし、しっかり対策しておかないと。ただ、眠気が限界なのも事実だし。あ、そうだ。こういう時のために、確か、直哉からいいものをもらってたんだっけ。それ、エナジードリンク？確かに、眠気覚ましには良さそうだね。うん。マーヤ曰く、すごい効果があるらしいよ。試供品なんだって。へえ、そうなんだ。けど、大丈夫かな？なんか見たことないラベルだけど。平気じゃない？エナジードリンクって、どれも似たようなラベルだし。確かに。ただ、奈良坂さんからもらったものって、っていうのもな。奈良坂さんの用意したサプリで散々な目に遭ってるからな、俺は。それはマーヤが作ったものだからじゃない？今回のは試供品だし大丈夫だよ。あ、ちょ、そんな一気に飲むなんて。あれ、なんか体が熱いような。もう効いてきたのかな。いくらなんでも、そんなすぐには効果出ないでしょう。いや、でも、あれ？今度は体が、軽くなって、ふわふわした気分に。大丈夫？ふわふわっていうより、ふらふらしてるけど。うん。意識ははっきりしてて。あれ？え？あ、綾瀬さんが浮いた？浮いてる？うん、私今浮いてる？綾瀬さんが翼授かっちゃってる。本当に平気？テンションもおかしいよ。全然平気。さて、眠気も消えたし、勉強の続きでもしようかな。これは、なかなか難しい問題。だ、け、と、見えた！勝利の方程式！すごい！さっきまであんなに苦戦していた問題が、ものの一瞬で。なんだろう、自分でも驚くほど頭の中が冴えてるんだよね。浅村くん、答え合わせして。うん。おぉ、すごい！全問正解だ！じゃあ、これで勉強は終わりかな？私、今は他にもっとしたいことあるんだよね！え？今したいことって、一体？それはね、おーい！キャーン！フラーイ！え？ちょ、綾瀬さん！だから、ちょっとお空飛んでくる。ダメだって。人間はどうしたって空なんか飛べないんだから。しかもここマンション。浅村くんはどうしてそんな夢のないこと言うの？あ、そっか、まだ翼がないからか。浅村くんも一緒に翼授かっちゃう？やめて。
怪しいドリンク持って迫ってこないでくれ。ねえ、浅村くんも私と一緒に飛んじゃおうよ。きっと新しい扉が開けるよ。その扉、多分開けちゃいけないやつだから。まあまあ、そんな固いこと言わずに一杯いっとこ。はあ、な。ダメ。昨晩はひどい目にあった。あのドリンク、一体何だったんだ。お、あれは。ねえ、さっき例のエナジードリンク昨日飲んだんでしょ。どうだった？なんか体が軽くなった気はする。でも飲んだ後のことあんまりよく覚えてないんだよね。ほうほう、どうやらさきも授かっちゃったみたいだね。あのドリンクのすごい効果、一口飲めばお肌ツヤツヤ、一斉にモテモテ、ダイエットにもなるし頭だって良くなる。そういえば今日はなんだかお肌の調子いいかも。勉強もはかどったような。ああ、怪しすぎる。一体何が入ってたんだよ。今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。とりあえずあのドリンク3箱もらえるかな。なんだか気に入ったみたいで。おお、さぎったらすっかり夢中だね。毎度あり。まさかの箱買い、中毒性高すぎでは。